天山区は中華人民共和国新疆ウイグル自治区ウルムチ市に位置する四か区。新疆ウイグル自治区の政治の中心地であり、中国共産党政府軍防予備新疆生産建設兵団の中央機関や拠点が置かれている。新大にウルムチ市の地域が敵化場と名付けられ、1880年代に新疆省が設置され、ウルムチ市がショートとなった際にも、 旧市街地を中心とした地区として発展してきた。当時、一区から五区に分けて管轄されていたが、そのうち1957年に一区、四区、五区が合併し、天山区となった。1960年に九二区、三区の地区も天山区に併合された。2002年に区内のウラノール街道を南仙区として分離。2016年に、 西和区のウルムチ地方国営種牛牧場を含む地区を天山区に編入。総人口約68.2万人。そのうち定住人口は47.6万人。天山区内には、漢民族、ウイグル族、海族、カザフ族、モンゴル族、キルギス族など44の民族が居住しており、少数民族の人口は27.2万人。 総人口比率は39.1%。新疆ウイグル自治区における金融センターとしての発展が進んでいる。新疆ウイグル地域の観光振興にも力を入れている。また、地域医療の中核を担う医療施設の整備が進んでいる。16街道、六辺区を管轄、AB ザン区、スケ中国行政区店。ありがとうございます。